沖宮警察署の大石と申します。すいませんね、お昼休みのところをお呼び立てして。いや、それにしても暑いですね。車の中はエアコンが効いているだけに、外に出ると暑さが余計こたえますな。刑事さんが俺に何の用ですか？そんなに警戒しないでください、前原圭一さん。別にあなた自身に問題があるわけではありません。あなたのお友達に関してちょっとお伺いしたいこと、いやお願いがあってきたのです。お願い？率直にお伺いします、竜宮レナさんとはお親しいのでしょう？隠すと逆にためになりませんよ。お友達にも、もちろんあなたにとっても。レナがどうしたって言うんですか？まだ正式な情報はお伝えできないのですが、ある事件への関与が疑われています。な、もちろんまだ憶測の域を出ていません。要するに刑事の勘というやつでして。なんだよ勘って。どんな事件か知らないけど、レナのわけがない。レナは絶対に関係ない。あいつは犯罪に関わるようなことをするやつじゃない。落ち着いて、前原さん、落ち着いてください。私は竜宮さんが犯人だと言っているわけではありません。むしろ容疑者として本格的に捜査される前に、早めにその可能性を消しておきたいんです。だからこそこうしてお伺いさせていただいたんですよ。どういうことです？なんといっても彼女は未成年の女の子、いきなり任意で引っ張るわけにもいかず、さりとって直接話を聞くにしても堅くなになってしまうでしょうからね。ですので自然に近づいて様子を伺う口実が欲しいんです。近くで様子を見ていれば、だいたい事件に関係のあるなしもわかるものでして。それも刑事の勘ってやつですか？さすがに飲み込みが早いですな、都会の子は。前原さんに協力していただければ、さりげなく自然に近づくことも可能でしょうから。わかりました。ご協力いただけますか？それがレナのためになるんでしたら。いやー、まさかあそこでドラが7つも乗るとは思いませんでした。ハイパイは最悪でチュンのみで上がって流れを変えようと思っていたんですが、テンパイしているのに気づかないクマちゃんが、クマちゃんっていうのは私の後輩なんですが、むやみに勘をしちゃいましてね。はあ、それは迂闊ですよね。そこから一気に流れが変わりましてね。途中までは忍耐の麻雀だったんですが、そこからは積もる灰積もる灰、さっさと上がってくれと言わんばかりで。まあ勝負は流れを見極めるのが必要ですよね。さすがよくお分かりで、前原さん、なかなか鍛えられているみたいじゃないですか。ケイチくん、どうしたレナ？ちょっといいかな。おや、内緒話ですか？いいですな、お若い方は。でもあんまり話し込んでいると学校に遅刻してしまいますよ。ケイチ君、あのおじさん。さっき紹介しただろ、大石さんだよ。それはさっき聞いたから知ってるけど、そうじゃなくて。なんだよ。どうしてレナたちについてくるのかな、かな。それは多分同じ方向に行くからじゃないか。
なんであのおじさん、レナたちの待ち合わせの場所に来たんだろう。たまたま通りかかったんだろう。偶然。そう、偶然だよ。偶然あんなとこ通る人いないよ。まあいいじゃないかな。害があるわけじゃないし、ここは俺に免じて。ケイチ君がそう言うなら。多分今日だけだからさ。さあ学校行くぞ。大石さん、内緒話はおしまいですか。一人で寂しかったですよ。そのやっぱり朝の通学中にいきなり来るのは不自然だったんじゃないですか。そうですか。さりげなくお近づきになれたと思ったんですが。さりげありすぎですよ。この辺はめったに人通りがないんですから、いきなり大石さんが出てくるのはおかしいですよ。そうですかね。会話も弾んでいたんで問題はないかと。どこが弾んでたんですか。さっきから大石さんが一方的に麻雀の話をしているだけじゃないですか。俺がかろうじて話を合わせているだけで、レナドン引きですよ。中年親父の飲み屋トークですよ。あれじゃもっと若者向けの話をしてくださいよ。このままじゃ怪しまれますよ。お近づきなんてなれませんよ。あなたたちの年頃は麻雀してたんですがね。もっと女の子向きのということです。難しいものですな。だったらレナに話を合わせればいいんですよ。あ、なるほど。そういえばミオはどうしたんだろう。来ないな。ミーちゃん、今日は用事があって先に行くって言ってたよ。そうか。竜宮さん。はい。先ほどは私のことばかりお話ししてすいませんでした。いえ、別にいいんですけど。それで先ほどお話ししたように、私は麻雀が好きなんですが、竜宮さんは何がお好きですかな。お聞かせ願いますかね。レナは可愛いものが好きです。可愛いもの、さすが女の子ですね。それこそ可愛らしい。あ、そんなことないですけど。でも可愛いものを見るとお持ち帰りしたくなっちゃうんです。昨日も宝探しでドラム缶を見つけてお持ち帰りして。ああ、ドラム缶、確かに可愛いですね。ってちょっと待ってください。ドラム缶ってあのドラム缶ですか。あー、そうだよ。円筒形で周りがちょっと錆びててとっても可愛いの。円筒形。はう。ははあ。それにね、この前はフルタイヤを見つけたの。これも可愛いんだよ。ゴムゴムってしてて、クログロってしてて、フルタイヤ。かわいいよ。フルタイヤ、確かにかわいいですな。前原さん。なんです。近頃のお嬢さんはみんなこんな感じなんでしょうか。まあレナはちょっと変わっているかもしれませんけど、時々お持ち帰りモードというのに入ってしまうんです。難しいものですな。ですが、お持ち帰りモード、一度は拝見したいものですね。でね、大石さん、一緒に車のフロントガラスも見つけたんだけど、これもとっても可愛くて。はあ。部員諸君、放課後である。それすなわち部活の時間である。さあ、今日のゲームは何にするかね。早速部員諸君の希望を聞きたい。花札。この前のリベンジだ。お前らをコスプレ地獄に叩き落としてやる。まあ、ケイチさん
から、どうせ帰り討ちに会うだけですわ。なんだと？その首洗って待っておけ。特製萌え首輪をプレゼントしてやる。僕は鬼ごっこがいいのです。今日は天気がいいから、お外はきっと気持ちがいいのです。レナは、ポーカーがいいかな？かな？なるほど、なるほど。そうだね。おじさんは何がいいかね。麻雀。そう。麻雀もいいね。たまには知的ゲームの最高峰を味わうのも悪くない。って。そう。ゲームといえば麻雀。これぞ、ゲームの至宝ともいえる存在。そうですね。じゃあ今日のゲームは麻雀になさいますか？ちょっといいかい、ケイちゃん。あ？ちょ。前原さん、また女の子と内緒話ですか？若いって羨ましいですな。どうした、ミオ？あれ、何？あ、いや、だから大石さんって言って。それはさっき聞いた。だからなんでその大石がいるのさ。偶然だよ、偶然。はあ、なるほど。偶然学校に来た大石が、偶然私たちの教室に来て、偶然部活で麻雀しようとしているってことか。そうなんじゃないかな。そんな偶然あるか！ごもっとも。やたらケイちゃんと仲良さそうだけど、なんかあったの？何ミオン、気分が悪い？よし、保健室にゴーだ！何すんのさ、ケイちゃん。別に気分なんて悪くないって。遠慮するな。すぐさま俺が解放してやる。気をしっかり持て、ミオン。ちょっと。あー、ミーちゃん、ケイチ君。そういうことだったんだ。ああ、黙っていて悪かった。近くで見てくれればレナのことを分かってもらえると思って。本当にすまない。いいって、ケイちゃんの気持ちはよくわかるよ。でも大石のジジイどうも気に入らないね。確かにレナの潔白の証明かもしれないけどさ。ああ。よし、じゃあせいぜい歓迎してやるか。もっとお近づきになれるようにね。歓迎？もちろん、私たち流のね。スリーカードです。しまった、ブラフじゃなかったのか。で、すいませんね、皆さん。なかなかやりますわね、大石さん。大石がトップなのです。このままじゃ負けちゃうよ。さすがですね、大石さん。私たちの希望でポーカーにしてもらったのに。賭け事は何でもお強いんですか？ギャンブルに関しては皆さんより一律の長がありますからね。さて、次はオーラスですね。さっきも説明しましたけど、最下位には罰ゲームでしたね。そうです。上はセーラー服、下はブルマ、プラス猫耳の最強コスプレが待っています。ほほう、どうやらこのままでは園崎家次期当主の素敵なお姿が拝見できそうですな。さて、勝負は最後までわかりませんよ。ベッド。僕は降りるのです。悔しいですけれど、ボルドですわ。俺も降りる。レナも。そうですか、レイズ。おや、ずいぶんいい手が来たんですか。さあ、レイズ。ほう、ミオンさん相当いい手なんじゃないですか。お顔に出てますよ、レイズ。正直な人間も考え物ですね。でもそういう大石さんこそお顔に出てますよ、レイズ。私も正直な人間でして、レイズ。レイズ。よろしいんですか、次期投手。ええ。さて、
ショーダウンですね。美しく勝たせていただくとしましょうか。その必要はないと思うけど。は？確かに綺麗な手ですね。でもストレートフラッシュでは勝てませんよ、私には。は？ハートの5、6、7、8、9かな、かな。なぜそれを？私はロイヤルストレートフラッシュです。逆に降りられたらピンチでした。これは一体、まさかイカ様？イカ様じゃありません。すいません、大石さん、うちの部員カードの傷で、そのカードが何かわかるんです。バカな、まだ新しいトランプじゃありませんか。微妙な違いなのですよ、ニパーン。それじゃあ、このゲームの流れは皆さん知ってて？ドラマチックじゃございませんこと。私たち流の歓迎ですよ。参りました、乾杯です。完全に皆さんの実力を甘く見ていました。潔く負けを認めます。さて、最下位はコスプレでしたね。大石さん、さすがにそれは。いえ、男が一度約束したこと、きっちり果たさせていただきますよ。遅いね。まさか着替えてくるって言って逃げたんじゃないだろうね。本当に来てくるんだろうか。あ、来たようですわ。いや、お待たせしました。なかなか着るのに手間取りまして、人生でブルマーを履くなんて初めての経験なものですから。おや、どうしました？皆さん貝のように黙られて。老いたりといえど、柔道で鍛えたこの肉体にはいささか自信がありましてね。ちゃんと皆さんご覧になってくださいよ。これは言葉も出ない。見ているこっちが罰ゲームでは。私、気分が悪くなってまいりましたわ。地獄絵図なのです。はぁ、レナ、大丈夫か？はぁ、かわいいよ。まさか。バカな、レナ、剣卓人形とはわけが違うんだぞ。レナ、冷静になりなって。おいしさ、かわいいよ。はぁ、恐ろしい子だよ。おや、どうしたんです、レナさん。はぁ、お持ち帰り。レナさん、どこに行くんですか？ちょっと待ってください。レナさん、レナさん。大石、お持ち帰りされてしまったのです。ま、レナのお持ち帰りモードを見たいって言ってたから帰ってよかったんじゃないか、大石さん。レナさん、レナさん、早く正気に戻ってください、レナさん。